僕の友人なんですけどね、冷蔵庫にすごいこだわりを持ってる友人がいましてですね、で、まあ、先日なんですけれど、その友人に言われたんですよ。人は一生のうちに何回冷蔵庫のドアを開けたり閉めたりするんだろう。まあ、こう言われたんですね。で、まあ、僕はそれを答えられなかったんですよ。何回なんだろうと思いましてね。で、ちなみにその友人はですね、目標があるって言うんですよね。一生のうち、まあ、死ぬまでにこんくらいの回数冷蔵庫のドアを開けたり閉めたりしたいっていう、その回数の目標があるって言うんですよね。で、それじゃあどんくらいなんだいと、その回数の目標ってのは一体何回なんだいと、まあ、こう聞いてみたらですね、3万回だって言うんですよね。多くないかと。一生のうちに3万回冷蔵庫のドアを開け閉めすることあるかいと、聞いたらですね、いや、ちなみにこれは回の目標だと、兵の目標じゃなくて回の目標だって言うんですよね。開ける回数を3万回だ、閉める回数を加えると、ね、3万回と3万回ですから6万回なわけですよね。一生のうちに冷蔵庫のドアをこの開け閉めを6万回する、それがね、そいつの目標だってこういうわけですね。いや、素晴らしい目標だなと思ってね。やっぱこの、なんだろう、人があまりその目標にしないものというかね、目標にしないものをあえて目標にするっていう、なんかその視点というか、その斬新だなと思ってね。やっぱりそいつはね、言うわけですよ。まあ、人はあれだと、開け閉めをするために生まれてきたってこういうわけですね。で、まあ、他にもですね、まあ、その友人が、まあ、言うわけですよね。洗濯機ってあるだろうと。で、洗濯機って何のために存在してると思う？こういうわけですよね。洗濯機って何のために存在してるって、それは洗濯するためでしょうと。ね？洗濯するためにあるのが洗濯機だろうって、違うって言うんですよ。蓋を開け閉めするために存在しているってこういうわけですね。洗濯機ってのは、洗濯機のこの蓋ね、それを開け閉めするために洗濯機は存在しているんだと。こういうわけですよ。なるほどなと思って、そういう視点もあるかと思ってね。で、他にも言うわけですよ。じゃあ炊飯器のジャーってあるだろうと、ジャーは何のために存在してると思うと、こういうわけですよね。それはまあ炊飯器のジャーですから、それはご飯炊くためだろうと、ご飯炊くために存在してるのは炊飯器だろうと、僕は言ったわけですけど、違うって言うんですよ。蓋を開け閉めするためにあるんだって。炊飯器のジャーっていうのはね、蓋を開け閉めする、そのために存在してるんだと。なるほどなと思ってね。そういう視点もあるかと思ってね。で、他にもですね、じゃあ、洋式のトイレってあるだろう。こういうわけですよ。洋式のトイレってじゃあ何のために存在してると思うと、こう聞かれたんですよね。で、まあその瞬間に僕はもう察したわけですよ。ああ、なるほどなと。それはあれだろうと。蓋を開け閉めするために存在しているんだろう。こう言ったわけですよ。そしたらその人は違うって言うんですよ。違うってどういうことだよと。蓋を開け閉めするためにトイレっていうのはあるんだろうと。聞いたら違うと。水を流したり、流さなかったりするためにあるんだって。こういうわけですよね。ひねってる部分もあるだろうと。ひねる部分あるだろうと。あそこをひねって水を流したり、流さなかったりするために、洋式のトイレっていうのは存在しているんだって。こういうわけですよ。なるほどなと思ってね。そういう視点もあるかと思ってね。だからまあ2020年もですね、まあスタートしてもしばらく経ちましたけれどもね、4月ということでね、新しいこう新生活が始まりましたよということでね、目標欲しいなと思ってたんですけどね、いまいちその目標が決まってなかったんですよ、僕はね。だからもうその友人のね、友人のアドバイスにより僕はね、目標が決まりました。今年1年、僕はですね、いろんなものを開けたり閉めたりしたいと思います。ということでね、これからちょっと開けてきますんで、開けた後に閉めますんで、行ってきたいと思います。なので皆さんもね、ぜ
加藤一作でございました。じゃあこの動画はこれで締めます。バン。